ジョアン五世は、ポルトガル王国ブラガンサーサの国王。全米は、ジョフランシスコ・アントーニオ・ジョゼベン等、ベルナルド・デ・ブラゴンサで、カンダイ王と呼ばれる。ペドロ二世と、王妃マリア・ソフィアの息子。1689年に、リスボンで生まれた。1706年12月、不王ペドロ二世の崩御を受けて、王位を継ぎ、翌1707年1月1日に即位を宣言した。 スペイン継承戦争では、父が1703年に参加していた、アウクスブルク同盟への支持を継続、ハイカのミナスコウ、アントニオ・ルイス・デ・ソーサは、イギリスのゴールウェイ伯ヘンリー・デ・マシューと共に、スペインへ進軍したが、1707年4月25日、アルマンサの戦いで、スペイン・フランス連合軍に敗れた。翌1七百八年十月、オーストリアとの同盟を強化するため、 神聖ローマ皇帝レオポルト一世の巫子で母方の重子にあたるマリアーナと結婚した。このためスペイン継承戦争ではフランスと戦った。1713年のユトレヒト条約でスペインからラプラタ川サガンのトチコロニアデルサクラメントとアマゾン川両岸を獲得、植民地ブラジルを預かながら拡大した。ジョアン五世は ブラジルから産出される金と1727年から新たに発見されたダイヤモンドなどの富を背景に絶対王政を敷いて、顧問会議を開かない代わりに側近政治を行い、外交では1717 17年に教皇クレメンス11世の呼びかけに応じてタイオスマン帝国戦争に参戦、見返りにリスボンに総大司教座を創設して宗教権威を身につけ、 1748年に、教皇ベネディクトゥス14世の教書によって、意図、経験なる王という称号を授けられるほど、聖職者寄りの統治を行った。また、バロック建築を奨励して、マフラ国立宮殿を建造。1731年からリスボンに、ローマ式水道の建設を開始、コインブラ大学の図書館も建てた。裁判年の1750年にスペインと、 マドリード条約を締結、サクラメント返還の代わりに、ブラジルをほぼ現在の領域に拡大して、繁栄を迎えた。1742年に、ジョアン五世を襲った発作は、麻痺を残し、公務に支障を来すようになった。1750年、60歳で、リスボンで崩御し、王位は、息子のジョゼ一世が継いだ。1721年に、 15世紀から16世紀にかけての大航海時代に諸民族がポルトガルに残した歴史記念物の保護を定めた省徴を間発している王妃マリアーナでアウストリアとの間の子供、ありがとうございます。